夏焼き第二水道とは、静岡県浜松市天竜区三作坊町大嵐の、静岡県道288号大嵐、佐久間線上に存在するトンネルである。延長線233メートル。ここでは付近にある夏焼き第一水道にも触れる。夏焼き第一水道及び夏焼き第二水道、夏焼き集落。右側の谷部に、 水道の南側高校が位置する1936年に、三振鉄道が白上駅大嵐駅間に建設した夏焼水道で、竣工当時の延長は4062.30フィートだった。その後、日本国有鉄道飯田線のトンネルとして使われて、いたが、1955年11月1日に、佐久間ダムの建設に伴う道線の付け替えにより、廃止となり、 道路トンネルに転用された。また、転用にあたって、佐久間湖満水時の水没を防ぐため5メートル、かさ上げするように南側から100メートルほど掘り直された。内部は、照明が少なく、常に薄暗い。大嵐側から200メートルほどの地点には、横穴があり、所々に大飛行が残っている。佐久間湖満水時の水面は、標高260メートルなのに対し、 トンネル南側の標高は263メートルのため、異常増水時は水没の恐れがあり、1960年頃に水没したことがあるという。トンネルの南側高校には夏焼集落が存在する。集落以南の県道288号は廃道となっているため、本トンネルが集落への唯一のアクセス路となる。 この水道の大嵐側には全長98.6メートルの夏焼きが水道が存在する。老いたちは同じで、掘り直しなどは行われておらずほぼ原型を止めている。なお、飯田線時代は土地が竹水道と呼ばれていた。この二つの水道の間には土地が沢橋漁が存在していたが、現在沢ごと埋められてしまったようである。ありがとうございます。